でも11月って山口来るんですよ、うん、ああ、最終最終これ山口で出身ですよね、はい、で、河原そばっていうのは地元の麺の麺のやつなんですけど、多分それは多分徳島のホームで売ったら絶対売れます。絶対山口の人絶対食うと思う。へえ、徳島で河原そば食べれるのみたいな。あ、そう、絶対食うと思う。ただ河原そばってどういうの。なんか茶そばで、なんか屋根瓦の瓦だね。そうそう、屋根瓦の瓦に茶そばを乗せて食べるやつがあるんですけど、そう、僕の地元が下関で、つけ麺になるんだね。まあ言ったらつけ麺食べる感じだね。まあ、そうですね、はい、それをいや、それができたらいいなと思ったんですよ、今、うんうん、もうパッと思いつきですけどね、うん、はい、それはつけて食べることにあれな、提供するときに少しだけなんか入れるのがダメなの。いや、いいかもしれないです。それだったらよく見て、で、ラーメンっぽくできるってことですよね。いや、ありじゃないですか。どことどこが来るんでしたっけ、11月。11月は、横浜か。横浜。あ、ほんまや。俺、横浜の時もやってんすよ。あ、そうだ。横浜ってやる。横浜のサポーターも、あ、飲むの飯やみたいな感じになると思う。あ、ほんと、ゆかりがあるところですね。あ、すごいな。これは縁がありますね。ね、11月の野村シリーズ。これはやりましょう。山口はなんで出汁出します、取ります。全然知らない全然知らないです。ばあちゃんはいりことかでやってたかな。あれ、カツオ、カツオ節、あ、カツオ節っす。あ、カツオ節、カツオ節。あ、ほな、よかがりやけん、向こうは有名やから、そんなんで出汁やね。絶対喜ぶと思うわできたら、そうですね。もしできたら、うん、山口のサポーターもこれ一番売り上げ出しましょう茶そばな、いいや、しかも最終戦やろ、絶対人集まるし。最終戦と、まあ、横浜の、ね、試合の時はまあもう買わせましょうノムが作ったからって言ったら多分買ってくれるんですから、ね、すだち側と分けていいですか。はい、あ、でもいい感じな気がするな。え、けど、もう冷たくなそうから、だしだけは今まだちょっと温かいと思います。じゃあ、すだちの方からいきましょうかね。すだちは種があったので、種のない隅っこにしてしまったんですけど、一応写真用で。いただきます。はい、さっぱりする感じするかも、すだちやったら。みんなも恥ずかしい。でも美味しいです。さっぱりする。絞らんからかな。絞ったらちょっとね、すだちがきつすぎて。こんぐらいの方がいいかも。牛はどうですか。もうちょっと甘いんですか。全体的に味付け。見たら甘いですよね。こんぐらいでいいと思います。うん。いいかも。大丈夫ですか。それこれで暖かかったら多分絶対いいと思う。やっぱでもレモンの方がしっくりくるあ、そうな。でもね、でもなんか徳島らしさはあるかも、すだちで。ほら、1個ずつ入れようか。あ、けどダメな。今分けたんですけど、すだちとレモンの方と、うん、やっぱりレモンがいい。食べ慣れてる。食べ慣れてるのかな。多分そうやと思う。ほら、そうだよな。すだちがくっついよな。すだちの香り、レモンの香りで。違う。でも山口県民の人はすだちで食べてみたいって思うかも。両方入れてもいいってことですよね。うん、まあどっちもありやと思います。こまりの食べ物が下に残っとるけんな、うん、小さいから。出汁はその出汁で大丈夫ですか。大丈夫だと思います。僕の地元のお母さんからレシピをいただいて作っていただきました。ぜひ皆さん食べてください。よろしくお願いします。